どうも、シリマスです。はい、ということで、今回の動画は、太あごひげトカゲの揚げパンちゃんの動画になるんですけども、前回の動画で、揚げパンにね、ゴキブリのおもちゃを見せたらどうなるのかっていう動画とか、あとはヒョウモントカゲモドキに、もうそっくりな人形を見せたらどうなるのかっていうね、いろいろな動画を出してるんですけども、それに引き続き、今回はね、もう本物そっくりというか、もう揚げパン自身が映ったらどうなるのか、まあ、いわゆる鏡を置いて、そこに揚げパンちゃんを置いたらどういう反応するのかなっていうのをね、見ていきたいと思います。もしかしたらね、発情したり、もう何かで威嚇とか、なんかそういうことをするんじゃないかなとちょっと思ってるんで、まあ、どうなるのかね、ちょっと楽しみですね。はい、ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、今映っているのが、太あごひげトカゲの揚げパンちゃんなんですけども、はい、めっちゃ可愛いっしょ。ね。でね、前回の、ゴキブリのおもちゃの動画とか見ていただけると分かるんですけども、まあ本当にね、この子すごい反応するんで、いろんなものに。おお、あ、ちょっと上にゴキブリがおること察知して、ちょっと登ってきた。ちょっとね、ここに今ゴキブリいるんですけども、ちょっとこっちに、ね、反応して、ゴキブリおるんやろってね。はい、まあちょっと今回はね、鏡を見せてどういう反応するかなんで、ちょっとそちらをね見ていきたいと思います。片手ビデオカメラと厳しいな。やっぱなんか、あれやな。なんていうん、これ、マネージャーみたいな。ちょっと、助けてくれる人欲しいな。カメラマンみたいな。うん。ちょっと動かれ。ちょっと、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ。はい、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 はい。いくよ。映すよ。はい。はい。じゃあ、鏡を見ると、さあ、どういう反応する？こっちが気になるの？気になるの？揚げパン。こっち、うん、鏡の存在にまだ気づいてないの、ね、ん？ビデオカメラが気になる？何もないよ、こっちは。なんかね、僕、ネイルしだしてから、もうネイルの指にすごい反応するようになったんですよ。色に。黒に反応するんだね。今のところ、まだ反応はないね。かわいい。このアングルかわいいな。なんかじわる。なんかビデオカメラに反応しちゃうね。やっぱビデオカメラが黒やから、それに反応するのかな。そういうか、男前に撮るよみたいな。どうしたの？どうしたんだい？そっちはオレオちゃんのケージだよ。うん、揚げパンね、すごい突発的に動くんで、何考えてるかわからない人はちょっと可愛いよね。ちょっと鏡をね、見てほしいんだけど。どうしたの？鏡をね、全く見てくれないな。よいしょ。お、気づいたか。
お、お、凝視してる。え、こいつ誰やみたいな。見てるよ。え、すごい。お前誰やみたいな感じで見てる。ビングしてる。お、え、かわいい。え、すごい。やっぱ自分に反応してるね。え、これ誰みたいな。でもあれ求愛の行為だったかなんかだから、ワンチャンあれだね、自分に惚れてしまってるみたいな。ほら、顎下がさ、すごい黒くなってるの。顎下がさ、すごい黒くなってるの分かる？すげえ発情して、お前メスの女の子だろって。うわ、すごい。へえ、鏡でも反応するんだね。超かわいい。下真っ黒だよ。ほら、すげえ。いいな、ここまで自分のこと好きになれたら。ええやろな、僕自信ないんで、揚げパンぐらい自信があったらいいな。鏡見るたびに、え、何この美人、めっちゃ可愛いねんけどみたいな。ということで、検証結果はね、トカゲは鏡を見ると発情するっていうのが分かりましたね。何回でも見えるんだけど、頭いらず江戸版みたいで可愛いよね。ねえ、揚げパン。でもこれあんまやりすぎるとね、鏡にコツコツって当たってね、鼻すれとかになるかもしれないんで、ね、これぐらいにしておきたいと思います。いや、でも可愛い姿を見れてよかったです、ね、ゆくゆくはね、揚げパンも繁殖させてあげたいんだけどね、ちょっと住んでる家がまだ狭いんで、広い家に引っ越してあげたらね、ちゃんと鏡じゃなくてちゃんとしたね、可愛い女の子連れてきてあげるからね。それまでちょっと独り身で頑張ってくれ。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。他にもね、僕が飼育している爬虫類、両生類、寄虫たちの動画とか、あとは、昼に血を吸わせたり、爬虫類カフェに行ってみたとか、動物園行ってみたとか、いろんな企画動画も上げてますんで、よかったらそちらを見ていただけると嬉しいです。今回の動画がいいなと感じていただけたら、ぜひね、高評価ボタンお願いしますとか、上げ番号お願いする。もう高評価ボタン押してくれて嬉しいなって。で、まだチャンネル登録してない方はね、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。